こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんは海外旅行行かれたことありますかね。海外旅行っていうとちょっと怖い雰囲気しますよね。そんなイメージあると思うんですよ。で、私もね、東南アジアとかハワイに行った時にちょっと怖いなって気がしたのは、本当に安全に帰ってこれるだろうか、自分の健康やそういった生命の危険っていうのは訪れないだろうかっていうふうなことだったんですよ。でもこれはあくまでも日本から海外に行った時の話であって、日本に帰ってきた時にはまあね、深い安堵感とね、あ、守られているなと、いろいろ国には言いたいことあるんですけども、まあ海外旅行に関しましてはね、やっぱり日本に帰ってきた時に、あ、日本に守られているなって気はするんですよ。その一つが入国管理局の、働きだと思うんですけども、この度ね、信じられないことが起きたのは、スリランカの女性が入国管理局の不手際によって死に至りしめられているってことなんですよね。で、ここではですね、スリランカ女性のその女性なんですけども、若い女性なんですけども、その入管によって殺されたとも、見殺しにされたとも言えるような事案が起きてるんですよね。で、それを動画概要欄に貼ってますけども、私も詳しくは知らなかったんですけども、日本という国にね、来てくださったのに、こんなおもてなししかできない日本って何なんだろうなと。そして同時期にオリンピック景気で湧いているというね、本当にね、オリンピックなんてチャラチャラやってる場合じゃねえぞと。しかも今回のオリンピックも多大なる迷惑を各所にかけていながら、成功だったというふうにね、自画自賛している菅総理はじめバッハ会長とかね、いや本当ふざけてるなと思いますよね。で、そういったオリンピックを支えている選手の皆さんに私はね、怒りを感じますね。全員ボイコットしろと、責任を取れと思いますよね。だからね、あまり選手の方に攻撃がしたくなかったんですけども、もう私から見るとね、もうみんなで加担して寄ってたかってこんな国にしてしまったというね、そのとどめを刺したような気がします。と同時に、この今回スリランカ女性が日本にせっかく来てくださったのに、ものすごくね、家族と離れたところでケアも受けられずに悲しくお亡くなりになっていく姿を見て、何がオリンピックだと余計思いましたね。バカにすんなって感じですよ。だから金メダル取ってよかったねっていうのは、こういう女性が裏でね、死んでることを、知らないことが言えるんでしょうね、きっとね。私の勝手な思いですけども、その見ず知らずのこのスリランカ女性に私は深く今同情するのと同時に、日本ってのは何なんだろうなとか思いましたね。よくこういうことができるなと。入国管理局ね、入管、何を考えてるんだろうなと思いましたね。まっすぐ家族に向かって顔を向けてね、仕事行ってくるよっていうふうに入管の方って言えるんですかね。まさにね、日本の恥部が出たところでおもてなしとは程遠いような、そんな事件だったと思います。このスリランカ女性の無念に私はね、ちょっとこう同じ日本人としてお悔やみとお詫びを申し上げたいと思いますね。それでは本日は以上です。